鳥居小名姫命の地神社は、静岡県下田市白浜にある神社。式内社で、旧社格は、県社。現在は、神社本庁の別表神社。通称は、白浜神社。静岡県東部の伊豆半島先端部、白浜海岸にある丘陵を、日立山に鎮座する。この日立山は、伊豆諸島を祀る古代遺跡でもあるが、 その祭祀は現在までイコナヒメイノチ神社の祭祀として続いている。伝承では主祭神のイコナヒメイノチは伊豆諸島開拓神の三島神の神神であるという。また、三島神は三宅島から白浜、そして伊豆国一の宮の三島大社へと遷座したとも伝える。境内の日立山は祭祀遺跡として下出し指定史跡に指定されている。また、 北立山に自生する青霧樹林は国の天然記念物に、白神樹林は静岡県指定天然記念物に指定されている。その他、大久保長安法納の輪口に代表される文化財数点が伝わっている。白浜海岸と北立山現在の社名は主催神の伊古那姫命の,地の名を掲げた伊古那姫命神社である。この社名は 平安時代の縁起式新名帳に記載されるものである。当社がこの縁起式書斎者であることを伝える資料としては唯一、江戸時代の慶長十二年のワニ口にある伊古那姫の時代名人の名が知られる。通称の白浜神社は神座地の地名に由来するものである。白浜とは海岸の白車を表した名称であるが、その起こりは明らかではない。この古称は、 江戸時代に広く見られ、当社は、白浜大明神、白浜神社、白浜大社、白浜五社大明神等と称されていた。うち、五社大明神は、祭神数に由来するものである。その他、三島神の旧鎮座地であるという伝承から、小宮山大明神、小宮山五社大明神という古称も使用された。明治期に正式社名は、 現在のイコナヒメイの地神社に定められたが、現在も白浜神社と通称されている。祭神は次の五柱。神体は五柱とも心境である。俗日本語記書祭の三島神経不上記のように、イコナヒメイの地神社祭神は五柱と定められているが、この姓は江戸時代には遡り得るものである。主祭神のイコナヒメイの地は三島神の神,神とされる。 俗日本語記の記述を元にすると、三島神の聖光が、阿波命、五光が、いこな姫命の神社にあたるとされる。また、伊豆国新会町に見える、ひとのあたりきさの宮や、宮家記に三島神の記載として見える、天地今宮公も、また、いこな姫命のに否定される。皇述のように、おかの三島神には、歴史的に今年の使命説、大山積みの地説があるため、 イコナ姫命,命にも、三島公姫説、大山積み命秘説があった。これらに対して、イコナ姫命神社社史では、危機神話との比較はせず、イコナ姫命という独立の神格を見ている。神明の由来は明らかでないが、日本三大実録に見える東う海国のイコナ神との関連が指摘される。三島大社イコナ姫命の狼である三島神を祀る。愛 との神のうち、筆頭の三島神は、現在の三島大社の祭神を指す。上記のように現在以粉姫命神社では、この三島神を危機神話に見える、今年の主名にあてる。しかし、三島大社祭神については、古くは、東刊紀行成立を所見として、伊予国一宮の大山住神社由来の、大山住の地説が唱えられていた。 今年ロヌシーの地説は文化年間頃の平田厚種の提唱に始まるものである。平田厚種の主張は多くの賛意を得たため、現在までいこな姫命の地神社含め、伊豆各地では今年ロヌシーの地説が定着している。ただし、当の三島大社では大正頃から大山積みの地説が再浮上したため、祭人は今年ロヌシーの地、 大山住命の二柱に改められている。近年ではこれらとは別の説として、三島イコールをおしますなわち、伊豆諸島の神格化が三島神の発祥であるとして、今年ヌ主命、大山住命のいずれも、三島の音から北構成の深いとする説が有力視される。三目、若宮、剣の巫女の、愛、との神三柱は、 三宅木に三島神の随身として見える神である。三柱の詳細は明らかではない。境内から出土した五星体には火力元年名と共に若宮の名があるため、これら三柱の祭祀は鎌倉時代初期に遡り得るとされる。三島神、伊こな姫命の変遷写史で推測される三島神、伊こな姫命の変遷。三宅島社殿によると、まず、 三島神は南方から海を渡って伊豆に立った。そして藤山の神、高間ヶ原の神から伊豆の地を授けられ、白浜に宮を築き、いこな姫命を記載に迎えた。さらに、美目、若宮、県の御子の御柱や竜神、渡積、雷神などと共に伊豆諸島の島焼きを行った。島焼きによって、初島に始まり甲津島、大島、三宅島、 八丈島など合計十の島々を作り、自身は三宅島に宮を営んだ。その後しばらくして白浜に帰ったという。以上の伝承は伊豆地方に伝わる縁に三宅記に記載されるものである。同書では島焼き以前に白浜を宮としたかについては記載はないが、公安天皇元年に三島神は天竺からいたり、 公安天皇21年から島焼きを行ったとする。一古な姫の地神社の鎮座する日立山からは多くの祭り器具が見つかっており、当地では古代から祭祀が行われていたものと推測される。また、上記、三宅駅に見えるように、三島神は伊豆府中の現在地以前には白浜にあったとされており、口述の天朝9年記事の神宮二院の表現や、 演技式新明庁の加茂における三島神、伊古那姫命の,の搭載はそれを示唆するものとされる。加えて、演曲賞、三島参りや、矢田部四景図では、天平年間頃の三島神の国府戦士を伝える。伊古那姫命神社社史では、これらを総合して、三島神は、奈良時代頃に国府近くに神宮として誕生。その後元宮は衰退して自称4年までには、 地位が逆転したとする。また、元宮の地については、いこな姫いのち神社北西の神明の地と推測されている。古代淡いのち神社祭人の淡いの地は、三島神の本校対して、いこな姫命の地は五校とされる。国史での所見は、天長9年の記事で、三島神いこな姫命の地神の二神が、地二千丁に神宮任院。 池山章を作るなど多くの真意を示したことにより、名神に預かっている。同記事の3日前の記事では、日出りの原因が、伊豆国津神のたたりであると記されているが、この伊豆国津神は、三島神、伊古那姫命神と同一心とする説もある。俗日本語記の記事によると、上は5年7月5日夜に、上密島で激しい噴火が発生した。占いの結果、それは、 三島大社の後、記載が以下よ賜ったにもかかわらず、本校たる泡神には、沙汰がないことに対する怒りによるものだとみなされた。同記事では、五行に関する、具体的な言及はないが、これは、イコナ姫命神社を指すものとされる。この記事を受けて、約一ヶ月後には、泡命と、物意味名の命の深海が、無意から十五位下に上った。その後、姫命は、 泡命と物意味なの命とともに、歌唱3年に15以上の深海が授けられた後、同年には感謝に列し、忍術2年には生後一下に上った。延長5年成立の演技式新名帳では、伊豆国鴨群に、伊古名姫命神社名神大と記載され、名神大社に列している。伊豆国鴨群には、全国でも突出する密度の式内者が記されているが、 名神大社に列したのは、伊古那姫命神社のほか、泉島神社、阿波神社、物意の井の地神社の四社のみであった。上平年間頃の和名書では、伊豆国家母軍に、大子祖号が見えるが、これは、泉島神社、伊古那姫命神社に基づく合名とされる。中世鎌倉時代では、伊古那姫命神社に関する文献は、ほとんど見られず由緒は明らかではない。 境内から出土した若宮古生からだや心境、ひたつ山出土の祭り器具から、鎌倉時代にも祭祀は継続していたと推測される。また、この若宮古生からだや薬師如来座像の存在から、本日衰弱思想が進展した様子が示唆される。中世の国内新名町、伊豆国新会町以前成立では、冒頭部に、一品あたり記者の宮の記載があり、 これは当社に否定される。被災は田形軍城であるが、これはイコナ姫命が三島大社に招き祭りされたことによるとされる。演起式新明庁がカモ軍、田形軍、長軍の被災順であったのに対し、伊豆国新会長は田形軍、長軍、鴨モ軍の順であることから、領庁作成の間に伊豆国は鴨モ軍中心から、 賀田郡中心の時代に移ったとみられ、これに伴って、鴨郡に位置する伊古那姫井の知神社の社税は衰退したという。室町時代においても、伊古那姫井の知神社を物語る資料は少なく、室町時代末期の佐野法上市中主院城が唯一の資料として知られる。この資料によると、五法上市から修理料として11巻200分が寄進されている。 また、車両として103巻余りを有した胸が見える。近世江戸時代に入り、慶長3年7月の検知により車両は20国に減じた。慶長12年、伊豆大館大久保長安からは、輪に打ちが寄進された。江戸時代を通じては、幕府が毎年八丈島に都船を発するたびに、初歩米や祈願絵馬が奉納されていた。また、 37の鮭によって、年間75度もの祭事が行われていたという。江戸時代中期頃からは、社税は著しく衰退した。一コナ姫イのチ神社は、幕府、軍代の数計に預かっていなかったこと、漢文7年の検知によって、境内地以外の車両は、年口に改められたことにより、鮭のほとんどが機能して、ついには、漢主の原氏一夜を残すのみとなった。 代わってこの頃から、全福寺の社僧による支配が強くなって、鮭と争うようになり、その争いは明治の神仏分離まで続いた。江戸時代後期には、そのような中で社人の藤井与が復興運動を展開し、白川や平田厚種、友の信友との交わりの中で現在に見る由緒を構築した。復興に尽くした井与は、道守神と称され、 現代まで称えられている。近代以降明治6年9月、近代社格制度において県社に列した。戦後は神社本庁の別表神社に列している。江戸時代頃、伊ヒ那姫の地神社には37の社家が存在したと、される。しかしながらこれらの家は、その後の本社衰退によって機能した。官方元年頃には、原家一夜にまで縮小したという。 この原家は、三宅家に見える三部を建ての光栄であるとされる。明治期の原家以外の社家には二十七家が見えるものの、いずれも機能して祭祀に預かってはいなかった。これらの社家は各家一社の氏神を祀っていたが、現在それらの社は、二十六社神社として、本社境内に合祀されている。一個ナ姫命の地神社の社地に関しては、日本語記一文に次の記載がある。 上記の文に、神宮二院とあるように、三島神、伊古な姫命神は、二院生を成していたとされる。しかしながら、意向が明らかでないため生の実際は明らかでない。写史では、先の二院は、別境内であるとして、三島神は、新米、伊古な姫命神は日、辰山の一と推測されている。江戸時代の明暦二年に社殿が消失した際には、上記、 二院が同一境内とみなされて、本殿二殿が一緒に並び立てられることとなった。この性は、漢文二年の胸札を所見として、漢方元年まで確認される。その後、本殿は漢方元年に現在見られるような一殿性に改められた。一殿性に改めるにあたっては、とうとうみこく浜松のご社名人を模したという。現在の本殿は、大正十一年。 拝殿は万円、ま、元年の造営である。現在の境内は白浜海岸北側に突き出た岬の丘陵を日立山に位置する。境内面積は1.5ヘクタール、また境外地として2.6ヘクタールを有する。日立山には山上に本殿、山独には廃殿が建てられている。これらの社殿は北西に面し、後輩に伊豆諸島を背負っている。 日立山からは、再使用とみられる、奈良時代、平安時代の多数のはじき、末期が見つかっており、伊豆諸島に関する古代再使遺跡の様子を残している。ことから、境内は、日立山遺跡として、下田市指定史跡に指定されている。下田市沿岸部には日立山遺跡の他にも、海島再使遺跡が多く存在しており、他には恵比寿五島遺跡、三保が先遺跡、 遠国島遺跡などが知られる。本殿丘陵上に建てられている本殿は、大正11年の造営で、三権者流れ作り、後輩付け、総日の木作り、銅板武器。漢方元年以前の本殿は二殿であった。古代祭り器具が見つかった本殿裏は金属地とされている。丘陵下に建てられている拝殿は、万円元年の造営で、入りもや作り、 正面六軒、側面五軒、後輩等派付け、ケヤ作り、瓦原吹き。イコナヒメイの知神社境内は、青霧の分布北限にあたり、境内の北側に純林を形成している。この林は、イコナヒメイの知神社の青霧自生地として、国の天然記念物に指定されている。また、境内には、白神の樹林も自生している。小さな、 うろ型葉を十字体制につけるものと、針状の葉を三輪制するものとがある。それらのうち、薬師の柏巻きと称される長寿舎脇の一本は、樹高15.5メートル、周囲4メートルを測る古木である。この樹林は、白浜神社の白神樹林として、静岡県指定天然記念物に指定されている。岡間入口車源工法の海岸の崖下には、岡間と称される窪がある。 ここには、味方から海食堂が通じ、常時海水が流れ込んでいる。かつて神職が大潮の時に、お釜に入った際、奥にはさらに洞窟があり、本殿の真下と、おぼしき位置には、漆塗りの祠があったという。このことから、お釜は、祭祀場に使用されていたとされる。ただしその洞窟は、地震による崩壊により、現在では、近づくことはできない状態である。 一個な姫メイノチ神社の関係者について、慶長年間の水町には鮭持ちの計27社の記載が、文化15年の演技では、末社計33社の記載があり、古くは70社近くにも及ぶ節末社を有したと、される。現在の節末社は次の通り。経大社栄外社中に明神社、三島新旧鎮座地下。文政13年の演技によれば、 古くは年間で75度もの祭事が行われたという。現在は毎月1日15日に月次祭が行われるほか、次の主要祭事が行われる。大名神丸と海浜鳥現在の霊祭は10月29日であるが、古くは旧暦の9月20日21日に行われた。まず霊祭前日の日立祭りでは本殿裏の焚き火を行い、 伊豆の島々を溶拝する神事が行われる。日立山では祭り器具が出土することから同様の神事が古い時代から行われていたと推測される。また古くは伊豆諸島側でも同時に焚き火を行ったという。翌日は早朝に三番層が奉納される。ついでい粉姫いの知神社最大の祭典である霊祭が執行される。三日目夕方に 神社裏の海岸において三手倉流し祭りが行われる。神事では、島々への要怪の後、大名神岸と称する大岩から平屈と神仙を海中に投じる。この時、必ず三手倉西と称する西風が吹くという。これらの祭りは、神迎え神送りの儀礼と考えられているが、伊豆諸島を意識していることにその特色が指摘される。鳥祭りは、 4月と11月の初取り日に行われる。この祭りは古くからの従儀で、三島大社では、イコナヒメイノチ神社をはばかって4月と11月の中取り日に、鳥祭りを行うという。由来の詳細は明らかでないが、鳥はイコナヒメイノチ神社の紳士とみなされており、祭り当日には生庭鳥が献じられていた。所在地交通アクセス注釈原点出展書籍サイト。 ありがとうございます。